志向バルサのレジェンドピケさん、まさかの現在サッカーをも否定してしまう。現役引退後の2022年に元プロサッカー選手やインフルエンサーたちが参加する前後半20分の7人制サッカーイベントキングスリーグの運営を開始した元スペイン代表 DF ジェラール・ピケ氏は、英氏ザ・ティ・ラインズのインタビューで現代サッカーのあり方について語った。僕らがキングスリーグをスタートさせた理由の一つを話そうか。サッカーを観戦していた自分の子供たちでさえ、十分もすればモバイルやタブレットを使って違うものを見始めてしまうんだ。サッカーは今、Netflix、Amazon、YouTube、TikTok といったあらゆるコンテンツ競い合っている。でも、一人一人がそういったものを見られる時間は限られているんだよ。もうフットボールの90分間には、人々の心はそこまで動かされないんだ。もう90分は無理だ。せいぜい若い世代が受け入れるのは30分か、40分くらいじゃないかと思う。これはトレンドなんだ。それは止められないし、適応しなければならない。僕たちはサッカーの新しい形を見つけなくてはいけない。例えば、野球でも、バスケットボールでも引き分けはない。試合を見に行って引き分けで終わると、どっちが勝ったんだ?という気持ちになる。だから、もっと試行錯誤をしながらゲームを変える工夫が必要だ。でも、サッカー界は変化を恐れている。その歴史があまりに大きいから、伝統的にならざるを得ないんだ。それでも変化は訪れる。訪れないといけないんだ。90分もある試合が00で終わるなんて、新しい世代の人間にとっては理解するのがとても難しいことだ。30部程度の試合のために会場まで足を運ぶだろうか。生の体験としてのスポーツ観戦を考えれば90部は妥当だろうし、テレビ観戦より生の観戦を主に効用を考えるべきでしょう。アーティストもライブ重視になってきてるし、何でも手軽に手に入るからこそわざわざ足を運んで見に行く文化を大切にしてほしい。今の若者 TikTok などのショート動画に慣れてるからか、長い時間見てられないし、ドラマや映画も倍速で見るらしい。サッカーの試合時間を短くしたらさらに点が入りにくくなるため、点が入りやすくなるようにルール改正が必要になると思う。個人的には45分ハーフがちょうどいいし、サッカーは90分と決めた人は秀逸だと思う。一般的な人が求めるのは90分のうちのほんの一部程度のスーパープレイなのはわかる。でも89部があるからその一部が輝いているのだと思う。少なくとも僕は89分応援し続けた上でその1分を見たいと思う。ピッチを狭くする、ゴールを大きくする、45分ハーフではなく15分クアッドにする、オフサイドをもっと緩くする。今までたくさん議論されてきただろうけど今のフットボールを変えるより、ピケみたいに別の競技を作ってそっちを盛り上げる方がいい気もする。サッカーと決別したように見える中田秀とかが日本で力を入れたら腐った JFA よりしっかりした組織と収益作りそう。サッカーは試合の中で交代、ワンプレーでガラッと流れが変わったりするのも大きな魅力の一つ。短くしたらそれは薄れてしまうし、90部がちょうど良い。それより、FIFA も UEFA の上層部は選手の消耗、怪我のリスクよりもいかに試合数増やして儲かることしか考えていない方がまずなんとかした方が良い。90分でもあっという間でもっと見たかったって試合だってある。個人的には90分間変わらず、延長戦をもっと伸ばしてほしい。正直選手の体力考えると無理なのわかるけど、インターブレイク1時間取ってでも延長戦を30分ハーフとかでしてもらいたい気持ちはある。サッカーは誰が何と言おうが90分や。